おはようございます、たかしです。今日も1日 Vlog スタートです。今日の写真はこんな感じで、まあ、ブルーしっかり強調しつつ、まあ、パープルをね入れていくっていう感じで作ってます。はい、最近ね手放すものなんですけど、それがこちらですね。こちら、これが iPhone の裏にマグネットでね付けれる、こういうスタンドになるってやつですね。こうかこうやって iPhone ここにバチッとつけて、はい、スタンドにして使えるっていうアイテムです。そしてここにね、カードをねシュッとね入れれるんですよね。まあ1枚かな入れれて、結構細い感じになってるんですけど、はい、入れれますと。でこう折りたたんでスリムにね iPhone の裏にバチッとねマグネットでつけて使えるっていうモフトっていう製品なんですけども、これがね結構一時期だけ使ってたんですよね。でこれよりもめっちゃ軽いモフトのアイテムをスタンドをねマグネットスタンドを手に入れてるので、これの出番がほとんどなくなってて、まあ、基本的にもう使ってないということで、こちらはメルカリで販売していきたいなと思います。今日はね自分の YouTube アップの日なんで見ながらチェックしてます。今日はねちょっと曇り空な感じなんで青白い光が入ってきてますね。ですでに18度という気温で、日中はなんと24度という気温になってて、結構暑そうですね。
24度ってなると部屋の中だと結構暑いかもしれへんから、もうすぐ冷房の季節になりますね。ワンコたちがね留守番してる間ちょっとね見れないんで、部屋の中が高温になりすぎるとね良くないので、もうすぐしたら冷房の季節ですね。それでは仕事に行ってまいります。はい、今日はね天気がちょっと曇り空ですね。割と涼しめな感じですね、体感温度としては。今日は大阪の方まで行く仕事になるので、ちょっとね電車に揺られて行ってきたいなと思います。今日はねお昼にね結構爆食したんですよね。王将でねチャーハンと餃子食って、でアイスも食ったから結構爆食したんで、もうさっき死ぬほど眠たかってもう寝落ちしましたねで結構夜も遅くなったんで、もうスーパーも閉まっちゃったんでね、なんか食べに行こうかなと思うんですが、やっぱお蕎麦かな、お蕎麦食べたいなって感じですね。今日は夜中に雨の予定なんですが、なんかまあそんな気はしますね。なんとなく雨降りそうな湿度感です。
いや暑いね、めちゃくちゃ暑い。なんかマンションのこの部屋の中が外より暑いんですよね。なんかやっぱ今日はね最高24度になってて、今が19度ぐらいなんですけど、あの部屋の中じゃねこの長袖は着れない状況今日ですね。でそろそろやっぱワンコが日中ね24度の部屋の中結構多分暑いし、まあ、25度最高いったらもう冷房つけようかなって思ってます。ワンコはねちょっと暑さに弱い感じなんでね、ちょっと早めに対策はしていこうかなと思います。じゃあ飲むやん。そろそろね寝たいと思います。今日はね夕方まあ帰ってきてめちゃくちゃねワンコと2人ともね一緒に遊べましたね。たくさん遊んだ。ここにみーちゃんいるんですけども結構疲れてますね。もうネルはねずっともう寝てるんですけど、結構ねネルが久しぶりにこうおもちゃでこう取りに行くやつをたくさんやってめっちゃなんか疲れてますめっちゃ疲れてる。もう寝てるますね。めいちゃんももうねそうですね、さっきからずっと眠たいって感じの顔をしてます。はい、もうねめちゃくちゃ4月も中盤になってきてめっちゃ暑い。今日めっちゃ暑かったんですよ。最高24度とかで、もう冷房つけるかめっちゃ迷ったんですけどね、こうあの朝仕事行く前に日中暑くなっちゃうのでね、この部屋の中が。でワンコやっぱ暑いのに苦手なんで、そのあたりねシビアにちょっと温度管理はねしていかないといけないなと思いました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。